年が明けて一層寒さが増してきました。気温は摂氏18度。 J リーグファンの皆さんこんにちは、ジョン・カビラです。フレンドリーマッチをお送りします。解説は中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。まもなく選手が入場すると思われます。選手が入場します。今、試合前の記念撮影が行われています。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。さあ、ゲームが始まります。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。両チーム相手の出方を伺っているようです。山田、相馬、前へ。ペースを作ります。ニア、ちょっと危険だ。岩本、5分経過。裏をつきます。ファーサイド、飛び込んだ。これを弾いた。これは惜しかった。10分過ぎました。オム、前。ロビング、いいカバーリングです。林健太郎、守りきった。前半15分。いけない。山田、20分経過。おっと、クロスが、しかしこのボールは流れてしまいます。富澤、縦に出します。小林義行、おっとシュートできたが惜しくも外れました。マルキーノス、ミドルシュートを放ってきました。マルコス、どうするのか。前半30分過ぎました。サイド、これはファールです。森、前方にフィード、中央だ。よくしのいだ。つながればチャンス。止めた。クリア。エジムン、ベルディ、じっくりとパス回し。相馬、前方へ。壁パス、しかしカット。ヘッド、前半残り5分です。シルビーヌ、左へパスを通します。マルコス、この位置からリスタート。あ、狙ってきた。イスティング、高くは。これは素晴らしい反応でした。際どいコースだったのでヒヤッとしましたね。ヘッド、主審、上を吹きました。高桑、前にボールを送る。さあ、インジュリータイムです。これは笛です。よくしのいだ。
山下イースティング、高久はこれは素晴らしい反応でした。仙台チャンスが続きます。ヘディング、惜しく、ここで笛です。前半終了。前半戦のダイジェストです。まずはこの画面から。この試合初めてのチャンスはベルギー、前半10分。さらにチャンスが続きます。前半28分。今のシーン別の角度から見てみましょう。最後に前半ロスタイム。今日は成功法だけでは点は取れそうにないですね。両チームここまでのスコアをお知らせします。得点は0対0。ここまで両チームとも無得点です。さて中西さん、はい、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、攻撃ではもっと前線にためを作るようなプレーが欲しかったですね。なるほど。それでは後半もどうぞお楽しみください。さあ後半戦が始まります。先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか？前へマルコス、どうするのか。戻って受けます。前、後半5分経過しました。攻撃を組み立て直します。山田縦に出します。パスが通ればチャンス。守備が安定してますよ。後半10分経過。シルビーン前に送って、激しいタックル、いいカバーリングです。森前方にフィード、しかしカット。ベルギー非常にタイトなディフェンス。全く危なげないですね。後半15分、後半20分経過。右へ相馬、後半25分、山田、守り切った。よくしのいだ。ベルギー集中力が全く途切れません。富澤、相馬前方へ、長田、あと10分です。ここで選手交代があります。長田、彼に代わって永井。ボールを下げました。前いい展開だ。あと5分です。ここから大きなクロス、守り切った。守備が安定してますよ。ヘッドで、よくしのいだ。ヘッドで、手元の時計では残り時間がほとんどありません。ゴール前に入れる。試合終了です。仙台90分間で決着がつかず引き分けに終わりました。今日の試合を振り返ります。まずはこのシーン。この試合初めてのチャンスはベルギー、前半10分。さらに
チャンスが続きます。前半28分、ただいまのシーン別の角度からご覧ください。これが最後のチャンスでした。前半ロスタイム、このチャンスを逃したことで波に乗れなくなりましたね。それでは中西さん、試合を振り返ってみていかがですか？得点シーンはなかったんですけど、クオリティは非常に高かったと思います。なるほど。マルコス、彼の今日の出来について一言いただけますか？はい、コンビネーションもまずまずだったと思います。なるほど。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。